イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ、フェンディが、2024年1月13日、土曜日、午後2時、イタリア現地時間、ミラノショールームにて、シルビア・フェンディによる2024から25年秋冬メンズコレクションを発表した。日本からは、スノーマンのメンバーであり俳優の目黒蓮が自身初となるミラノコレクションに特別に参加したほか、数々の映画やドラマに出演し人気を誇る韓国のブランドアンバサダーであるイ・ミンホやグローバルメンズアンバサダーを務めるマッシミリアーノ・カヤッツォ、ジェレミー・ポープ、グレッグ・ハン元交換、ニコラス・ガリチン、歌手のマルコ・メンゴーニ、ミケーレ・ブラービー、ラッパーのラッツァなど各界の豪華ゲストが駆けつけた。さらに HBO シリーズゲーム・オブ・スローンズに出演したキット・ハリントンをはじめネット FLIX の人気シリーズエリートで注目を集めたアロン・パイパーや、エド・マクビー、ジェームズ・フランコ、アーロン・ピエール、ウィンストン・デューク、チャン・ロイン、ワカなど、各国を代表する俳優陣らが出席し、コレクションの発表を祝福した。その他にもゲストとして、大平修造、井上大和、ビクター・ベルモンド、セイドゥ・サール、ムスタファ・フォール、ギターリカ・デラ・フエンテ、デズモンド・タン、ゴー、グレイ・ヨン、ヨーコー、ブライアン・ボーイ、キャルライン・ダワー、レオネッタ・ルチアーノ・フェンディらが参加した。フェンディ、2024から25年秋冬メンズコレクション発表。スノーマン、目黒蓮ら各国ゲストが参加。フェンディは1月13日、現地時間、ミラノショールームでデザイナーのシルビア・フェンディによる2024から25年秋冬メンズコレクションを発表した。日本からは、スノーマンのメンバーで俳優の目黒蓮が自身初となるミラノコレクションに特別参加。また数々の映画やドラマに出演する韓国のブランドアンバサダー、イ・ミンホやグローバルメンズアンバサダーを務めるマッシミリアーノ・カヤッツォ、ジェレミー・ポープ、歌手のマルコ・メンゴーニ、ラッパーのラッツァなど、各界の豪華ゲストが駆けつけた。さらに、ゲーム・オブ・スローンズに出演したキット・ハリントンやネット FLIX の人気シリーズ、エリートで注目を集めたアロン・パイパーら俳優陣が出席し、コレクションの発表を祝った。ファッションショーの模様とコレクションラインアップはフェンディ公式サイトに掲載している。